劉備、徐州の呂布を討つ時が来た。お主たちにも同々してもらおう。曹操殿、私は居候させていただいている恩を返さなくてはならないと常々思っております。ですが、私はかつて徐州を治めていた身、そこを再び戦乱の渦に陥れることは。悩むのは自由だが、奴を野放しにしておけば乱世は終わらぬぞ。わしは周囲がどう思うと乱世終結のために奴を討つ。そしてそのために使えるものを使うのみよ。可否城は水攻めで落とすが上策。閣下殿と俺で必ず成功させます。水攻めか。さすが閣下と準優よ。皆、この戦にて両フラを打ち果たすぞ。性に合わねえんだな。やるからには絶対に抜かせねえ。ここを放っておくのは得策ではない。私が防御に当たるとしよう。お前は水門、水攻めか。そのような策は看過できぬ。策を阻もうとは困ったものだ。早く先へ進まねばならない。私も全力でお相手いたす。我が全力の武をも退けるとは。お見事。私は貴公らに下ろう。敵将、討ち取ったり。ああ、見事なものだ。見ているだけで楽しくなってくる。守りは性に合わねえんだ。やるからには絶対に抜かせねえ。やっ、やっか殿、こちらの水門破壊完了しました。うん、素晴らしいね。これで私の役目は果たせた。さ
て、こちらはうまくいった。曹操殿と合流するとしよう。この勝利、皆のおかげだな。立派立派。兵団こそが命綱よ。奴らの補給路を叩き潰してやれ。大輝が兵団戦を狙うは必定。我らで防備につく。自分には巨匠防衛の任務もある。今ここで敗れるわけにはいかぬ。なんという盛況さよ。全く歯が立たなかった。敵将討ち取ったり。この勝利、皆のおかげだな。お見事。見てるこっちも奮い立ちますぜ。なんと見事な戦よ。軍の兵団戦が確立。これで進軍時の不安はなくなりました。よし、これで体制は盤石であろう。自分は一足先に巨匠防衛の任に向かう。敵が入り込みましたぞ。緑殿、ここは策にて敵を押し返しましょう。雑魚どもを蹴散らすのに策などいらん。俺が片っ端から踏み潰してやる。Yeah!
守りは我らが受け持とう。決して何者にも抜かせはせぬぞ。
水門を壊し火器を水に沈める気か。張良がこっちを貴様らの隙にはさせん。これは呂布を確実に仕留めるための一手。そちらが何者であれ邪魔はさせません。再建せねばなりますまい。この勝利皆のおかげだな。万事上主あなたのおかげです。海上への移動を開始。前線の味方と合流し呂布を撃ちます。
敵の兵端線を立て、それで奴らの動きは封じられるはずよ。戦とは互いに磨き抜いた武で競り合うもの。兵端を立つなど無人の道にござらぬぞ。この後には兵と防衛の任務があって、負けるわけにはいかないな。止まれ。ここらで一戦ありそうだ。守りを固めておくぞ。撃破されるとは。曹操軍、打弱と見くびっていたか。敵将討ち取ったり。この勝利、皆のおかげだな。やっ、お見事。見てるこっちも奮い立ちますぜ。素晴らしいご活躍ですね。心強い限りです。おお、補給部隊との連携が取れた。これで候補の憂いなく攻められるぞ。よし、ここでの私の仕事は終わりだね。では兵頭の防衛に向かうとしよう。この地は劉玄徳が制圧した。ついている暇はない。ここから前進し、可否城を落とすぞ。やっ、この勝利、皆のおかげだな。見事だ。お前の戦に見入ってしまったわ。
防御体制を取るのだ。水で攻められては手も足も出ない。これは早々に下る方が賢明か。もはや呂布に義なく、呂布軍に有なし。どうかこの後世を曹操機械に加えてほしい。哀れな呂布、その力では配下の心まではつかめなかったが、ともあれ我が陣営はさらに盤石となった。敗残の将たちよ、我がために門を開け。この勝利皆のおかげだな。大したもんだぜ兄。兄、なぜ門が開く。曹操軍が攻めてきただと。戦の最中だが、いささか物資が心もとない。調達を頼みたいところだが。必要なものはここにしたためて。
ようこそ、いらっしゃいまし。今後ともごひいきに。ようこそいらっしゃいまし。今後ともご贔屓に。曹操は炎症。馬がご入り用で。またお待ちしてます。馬がご入り用で。またお待ちしてます。ようこそいらっしゃいまし。今後ともご贔屓に。